ウッキタヨシイエ、ウッキタヨシイエは、戦国時代の武将、浦上氏の家臣、ウッキタ久さしイエノ前国とヨハラ僧問市城主、微前国の武将、ウッキタ久さ家イエの子として誕生。赤松氏のもとで守護代を務めていた、浦上則宗、村宗に仕え、微前とヨハラソウの問市城を領していた。自由に優れた人物で、則宗らからの信任が厚かった。 15世紀末当時、美禅国は赤松氏の守護台として、浦上氏が支配しており、この頃から、宇喜多氏はその悲観として、なお伺われるようになった。しかし、王仁元年、1467年からの王仁の乱を契機に、戦国の世が美禅にも及ぶこととなると、文明15から16年、1483から1484年には、 福岡合戦と呼ばれる騒乱が勃発した。これは、室町初期には、備前守護に認じられたこともある有力黒人の松田氏らが赤松、浦上氏の備前支配を排除しようとしたことが、遠因になったとされる。こうして、浦上氏と松田氏は、備前国内で勢力を争うようになった。なお、明王五年、1496年頃に、父、久久が、 浮キタの代表として部下に当てた書状などが存在しているが、明王八年1499年にはすでに、浮キタの代表は吉家に変わっているため、家督相続はこの頃のことと推測される。さらに浦上屋中では家督をめぐって内交が生じ、明王八年1499年には、浦上のりと浦上村国とが合戦に及んだ。 のりむねは戦いに敗れ白旗城に籠城したが、村国の包囲で落城寸前になり、一族の者までがのりむねを見捨てて、落ち延びようとするに至った。この時、吉家が義を解き、励ましたことで、城兵は奮戦し、やがて村国は兵を引き上げた。文期二年、1502年冬、吉家は、浦上軍の総大将として、松田勢との戦に赴き、吉井川を越えた、 四字会村付近で、自ら敵将、有松右京の真を打ち取るなどの奮戦をした。文紀三年、千五百三年、吉家は、浦上勢と共に吉川を渡り、松田勢と私ゆうを決すべく、上等軍に侵入した。松田元勝も自ら兵を引き揚げ軍、笠井山に陣を定め、旭川の牧石の河原で、両軍は激突した。松田勢は、山から軍を駆け下ろして、 浦上勢を包囲する形となったが、これを見た吉家は、浮北前軍を率いて、旭川を渡り、救援に向かった。吉家は兜に矢を受けありで疲れながらも奮戦し、乱戦を制して、松田勢を敗走させた。乗り胸の後を継いだ村宗は、赤松氏からの自立を図っていたため、赤松吉村と不和となり、永正15年、1518年には、 巨城の三井市場に退去した。これを権力拡大の後期と捉えた吉村は、自ら兵を率い三井市場へ進行した。浦上市にとって手筋に当たる吉村の攻撃は、城中を動揺させ多くの逃亡者を出したが、将兵の信頼を得ていた、吉井への活躍により赤松勢の猛攻に耐え、やがて、船坂峠の戦いでこれを敗走させた。栄昇17年、1520年、 赤松義村は、再度兵を起こし、三井市場には、浦上村国を、三坂国東部を攻略すべく正時足職を向かわせた。東三坂で、赤松勢は、浦上勢を圧倒したが、吉家は踏みとどまった、少数の兵を率いて、朝掛けを行うなど、離散した兵を休合し、赤松勢と対峙した。さらに村舟は、小寺氏の家臣を寝返らせることに成功し、これをもって、 アズまミマサの赤松勢を敗走させた。これらの度重なる敗北により、義村の権威は失墜し、逆に村宗の勢力は拡大した。ついには、張リ国に侵入して、西張リ一帯を制圧し、吉村を隠居させ遊兵し、大英元年、1521年に殺害した。ここに、浦上市の下国城となったのである。大英三年、1523年、 吉村の子、赤松正村、春政を擁立した、浦上村国と正時側職を打つため、浦上村宗は、針馬に出兵した。この戦いで、先陣を務めた、吉家の次男、四郎が、村国の策略にあって打ち死にいると、それを知った吉家は自ら死地を求めて敵陣に突撃奮戦し、結果的に、浦上軍に勝利をもたらした。この、 吉家の奮戦を伝え聞いた室町幕府官僚、細川高国は名馬一頭と名のある鎌を送ったと伝えている。大英四年、1524年に家徳を、この教科に譲って出家し、協力四年、1531年に高国と、主君、村宗が、細川春元と、三好元町の連合軍に敗れて、両者とも死する、大物崩れと、それを機に、都市城で隠居したとされる。 千五百二十四年に、家督を譲ったと同時に隠居したとする文献も、協力四年、または、天文三年、千五百三十四年、以前から、仲の悪かった、同じく、浦上市の家臣であり、おねむかいの長沼総高取城主、島村誠実の奇襲を受け取石市にて自害した。この後、戸井市は、うっき国定が領有したことから、うっきたの内向とも、上位打ちとも、 諸説あり。法名は常休、または常賃。家徳を継いだ、教官は、暗愚な人物だった、またはそのふりをしていたともと言われ、豊営史上落城の際に、幼少、三歳、または六歳ともの直家を連れて落ち延びた。浮っ氏の最高が図られるのは、この孫の直家の代になってからである。なお、大英四年、1五百二十四年に、京都南禅寺の僧。 旧峰宗成に描かせた吉家の肖像画が岡山県立博物館に所蔵されており、国の重要文化財に指定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。